ベタニアでは皆が他の人と同様罪を許された人々です。彼は私たちを愛してくださっています。私はその証人です。私は彼を探していなかったのですが、彼が私を探してきたのです。私がお化粧している最中に彼が私の上に降りてきました。内心の声が、さあ他のところへ行って愛しなさいと言いました。それは幻覚ではなく、私は内心、神が愛の神であって、彼となら方々に探し求めていたここ以外の場所で絶対的な愛に生きることができると感じました。翌朝、私は持ち物をすべて処分し、そしてここに来ました。これはシスター・ポール・オディールの証言です。彼女はベタニアのドミニコ会の修道女で、この修道会は1866年以来、重い過去の痕跡のある牢獄から来た女性と、それより波乱の少ない過去を持った女性との感想修道会です。ここの修道女は皆秘密を守っての姉妹愛の一致の中で神に身を捧げています。ここはフランスの東部のモンフェランルシャトーにあるそのような共同体の一つです。私たちにはベタニアではまさに心の中に生きている許しと希望のメッセージなのです。それぞれがどこから来たのかはどうでもよく、混同されていることをあらかじめ承知しなくてはなりません。ベタニアでは牢獄に入ったことのない修道女が、もしかしてかつて牢獄にいたかもしれないと見られているかもしれません。そして難しい過去を持っていると思えるような、とてもとても難しいシスターと共に、ある日から生活を共にすることが私たちの使命、カリスマの一部なのです。しかし今日、あるがままのお互いを受け入れ合っています。ここでは道徳的な過去を明かしたりしません。秘密を守って生活しています。そのおかげで過去にしたことなしに再生し、自分自身になり得るのです。メタニアでの秘密は否定ではありません。人が言うことを認め得ること、それはあるがままのその人に対する愛なのです。過去はもはや存在しません。復興するためにそれぞれがなすべき自分の仕事があり、私たちはそのために助言します。しかし私個人はベタニアに入った途端に非常に大きな解放を感じました。もうレッテルなどないのです。みんな同じ修道服を着ています。今日何を着ようかと考えなくても済むのはなんと嬉しいことでしょう。みんな同じで、みんな姉妹のように同じなのです。それは開放的なことです。祈願を立てるとき、こう言います。許しの姉妹愛の一致を祈願します。これは非常に強烈な表現です。一致、姉妹愛、許し。私が自分の妹と喧嘩をしても仲直りができます。もちろん一人の心が開けば、全てのことは神へと導かれます。しかし時々それがうまくいかないことがありますが、
私たちが和解するとき、素晴らしいことを起きるのです。私たちは夕べの祈りの前に集会を持ちます。もし私たちが誰かを気づけていたら、皆の前で率直に許しを願います。すべてのことを拭い去られ、あなたは許されたことを知る素晴らしい時間となります。そのことを行うのに最も良い場所は聖体賛美の祈りの場所です。そこで私たちは力を取り戻し、神が一致へとともに私たちを戻してくださるのです。イエスは友達です。あなたが頼ることのできる友達は、あなたを決して裏切らず、道を踏み離さず、あなたを完全に信頼することができます。私はイエスを無条件に信頼しています。私たちが無条件にイエスを信頼するとき、イエスはまさに完全に愛してくださることを私は知っています。しかし、ベタニアのドミニコ修道女会の奇跡は結局どこから来ているのでしょうか。この憐れみの友情カトリック共同体で生きるこの修道女たちの生活力は、ベタニアの修道女たちの心の中に長く書き込まれている希望のメッセージ、一つの物語の上に構築されています。それは刑務所の人となった徴税人の物語であり、彼はマグタラのマリアに感謝していますが、もっと大きな罪人たちは彼らをもっと偉大な聖人に作り変えることができる何かを自分たちの中に持っていると理解できたのです。これはフランスのドミニコ会の伝道者であるジャン・ジョゼフ・ラタスタの伝記です。それは彼が32歳であった1864年9月に始まりました。彼は上長からフランスのジホンド地方にある、かつてはお城であったガディアック刑務所で400人の女性に4日間の黙想を指導するために派遣されました。初めて私がこの拘置所に入った時、私がいかに内的に落ち込んだかを説明することはできません。そこでは彼女たちはミルダに愛しい粗悪な支給された服を着せられていました。私自身よくある偏見の影響下にありました。実に彼女たちへの私の認識は一種の恐怖でした。ラタスト神父はカディアックで育ち、そのためこの刑務所の塀のそばで町の人々がここの女性たちについて語るあらゆることを聞いて成長しました。カディアックでは1950年代までここの女性たちは失われた女性たちとして知られていました。強制労働の刑に処させられた彼女たちの罪悪の苦しい思いの安息の中に閉ざされて、ここの女性たちは強いられた沈黙の中で1日12時間から13時間も働かされました。19世紀の刑務所は囚人たちを強制するための施設でした。そのため刑務所の取っていた2つの原則は作業と宗教でした。ですから宗教的作業訓練は囚人たちの改心のために行われました。宗教的作業訓練と信仰を法外に制度化されたもので、浄土を踏み外した制度だったのです。このような状況はラタスト神父が着任した時にもありました。囚人たちが求められた強制労働の支障になるのを避けるために身を落とし、排除されたすべての婦人たちの友人になって兄弟として降りてこられたこの神の声を
ラタスタ神父があえて示したのは刑務所の中の聖堂で朝の4時半のことでした。私の親愛なる姉妹たちよ、私はあなた方が気づいたかどうかは分かりませんが、私がこの職務を始めるとき、あなた方にどのように挨拶をしましたか。私があなた方をとても大切にしているのはどこから来るのでしょうか。外の世界があなた方を恐れ軽蔑して、あなた方の社会的地位が下げられたにもかかわらず、私たちは今でもなおあなた方を愛する神のお使いなのです。神はあなた方の心の扉で黙って立ち、そして静かな声で、かわいそうな子、あなたの心を私にくださいと言ってくださることを伝えます。ラタスト神父は4分の3は犯罪者であるこの女性たちへ説明を続けます。彼女たちが耐えるように強いられた全ての価値剥奪は神との友情に導く小道へと形を変えることができるのです。ラタスト神父は彼女たちを修道女とみなして祈る生活に招いたのです。神父は彼女たちに、今日あなた方はここから出ることはできません、あなた方は司法の壁に閉じ込められています、沈黙のうちにあなた方は働き祈りましょう。修道院の中ではまさに同じことが行われています。違うことは修道女たちは自ら選んで修道院に入ります。あなた方は力ずくでここに連れてこられました。しかしあなた方は自分たちの人生に意義を与えるような自由な選択をすることができますと言いました。そしてある種の強制収容所のセルは本当に恐ろしい場所で、カディアックの刑務所の中にいた彼女たちにとってラタスト神父の話を理解するのは全く驚くべきことでした。神父が福音を伝えていた時の刑務所では毎年 15% の死亡率でした。そしてこの強制収容所の組織の中で、ラタスト神父が、あなたたちはまだ自由な心を持っています、あなたたちは取るべき方向を選ぶことができます、あなた方はただ苦しむだけのためにここにいるのですか、この恐ろしい人生を神のために、神の中で生きることを現実に選んでみませんかと言ったのです。神はすべてのことをご存知です。あなた方のすべての魂は神によってあらわになり、神はとても深く隠された本質の中を、そして最も深い親密な心の場所をまさしく見通すことができます。それであなた方の失墜の原因は何でしょうか。3つの主な原因に絞り込むことができます。自力への思い上がりやこだわり、快楽を好むこと、そしてお金への愛着です。ラタスト神父にとって許しと真実の間には非常に強い関連がありました。彼は許しの中でははるか遠くまで行きました。しかし決して真実を曲げることなく、また決して悪があたかも存在しなかったようにもしませんでした。彼の説教の中では罪と犯罪との間に一体化は決してありませんでした。あなたの主なる罪はあなたの犯罪ですということはむしろ優しかったでしょう。でもそうではなかったのです。そうとは限りません。なぜなら罪が起こされるには道徳的行為、すなわち自由な自発的な行為がなくてはならないということをラタスト神父は聖トマから学んだのです。これらの女性たちから国会で聞きながら、数知れない話の中でこれらの女性たちの自由が含まれていなかったこと、彼女たちの行為の自制を完全に失うようなひどい苦境の中にあったことを彼は理解したのです。だがそこで止まってしまったら、これらの犯罪に彼女たちには責任がないというのはスキャンダルだと言えるでしょう。ラタスト神父は重罪裁判所の裁判長ではありません。彼は犯罪の責任を裁く義務はありません。彼は彼女たちが対象であった判決を再び問題にすることは決してありません。それに反して良心の見地から、つまり罪の見地から、彼はいつ彼女たちが自由な自発的行為をしたかを追及します。そして彼はこのように言いながら、彼の説教の中で非常に前に遡り、確かにあなたはそのプロセスの終わりでは多分全ての自由を失うような状況にあったのでしょう。しかしあなたは
ある時期に選択をしました。そしてその時に、あなたの両親は、あなたが悪い方向転換をしているとあなたに告げたはずです。そしてそこで罪が起こされたのです。すべての人間にとって、たとえどんな状況にあろうとも、常に一つの自由の場所はあるのです。そして罪の場所、それはそこにあるのです。選択が自由な場合、人は善を選ぶでしょうか、あるいはそれを拒否するでしょうか。ある時点で彼はマグダレナ・マリアと比較するでしょう。彼女が罪に対してしたことを彼女は主への奉仕に置きました。そしてあなた方も同じようにしなさい。あなたたちが持っているすべてのものを若さ、知性、想像力、罪への奉仕のためにすることができたすべてのものを主に捧げなさい。彼はそれを一つの選択の前に置くでしょう。そして彼女たちに選びなさいと言うでしょう。もしあなたたちがそのようにしたら何が起こるでしょうか。人々が嫌って軽蔑しているあなたたち。あなたたちは救い主から愛される魂、神様の最愛の人たちとなるのです。すべてを超越して神が愛すること、それは愛されることなのです。そしてラタスト神父は言います。自分自身を私たちにくださるために、神は私たちが過去どうであったかをご覧になりません。現在あるがままの私たちに心を寄せられるのです。彼はそこにいる聴衆を捉え彼らに言います。過去は過去、今、今日、あなたは神の贈り物を受け入れますか。結局その基本には罪と罪人との間に区別があるのです。すなわち犯した行為の重大性がいかなるものであろうと、キリスト教神学における行為者は決してその行為と全く同一視されません。それゆえに現在のその人物を見ることは、過去に犯した行為に障害されることなくその人に出会う手段が与えられるのです。そして日が経つにつれ、ラタスト神父はそれぞれの女性たちの話をたゆまず聞いていくうちに、ほとんどが意地悪くされ、裏切られ、人々の裁きに引き渡されたこれらの人たちの心の中に、神の許しの解放の成果を熟知しました。そして彼は彼女たちの言うのでした。あなた方は許しましたか？あなたは許せますか？彼女たちは答えます。ずっと前に許して、その人のために毎日祈っています。彼女たちは苦しみ、そして許しました。ゆえに、もはや過去は全く存在せず、もはや全く傷ついていません。ラタスト神父はそこにまさに新しい世界を見ました。彼は言うのでした。彼女たちは時には私が黙想指導にした時に出会った乾燥修道女たちよりも神のそばにいることがある。そのことに非常に感動しました。彼女たちは準備ができています。あとは扉を開いてあげればよいのです。この許してしかない具体的な存在を前に、神父として夜彼女たちの真ん中で祈っている時に、突然全く新しい計画を直感しました。ドミニコ会の乾燥修道会の生活に願望と示し出しのある助手を組み入れることです。牧草会の終わりに助手と留置所の職員人を前に分かち合いました。彼女たちに罪があると思われていますが、全く違います。それをしたことは事実ですが、もうずっと前から罪人ではなくなりました。彼女たちは涙と神への愛で二度目の純潔を取り戻したのです。
そうです、私の子供たちよ。もう自分は留置人ではなく、あなた方も修道女の精神を持って神に捧げた魂だと思いなさい。これは19世紀には非常に革命的なことでした。すでに社会的な見地から家庭での単純な使用人としてでさえ牢獄から出てきた人を受け入れることは考えられないことでした。また重荷を背負った過去を持って修道会に入ることはできませんでした。不可能でした。扉はすべて閉ざされていました。乾燥修道生活に至ってはその極地でそれは最高の意であって、まさに教会の貴族階級だったのです。ラタスト神父は助手を乾燥修道女にしたのです。すごいことです。確かにこれはすべて受け入れるためにたくさんの困難がありましたけれど、それができたのです。それはベタニアの奇跡で神がなさったのです。彼はいつも言いました。私の仕事ではない。神が望んでいられるのだ。それは彼の非常な謙遜です。設立したいのは私だとは決して言いませんでした。いいえ、それは神の仕事で、私はこの仕事のための主の道具に過ぎません。カディアックでの最初の宣教の1年後に、ラタスト神父はまた助手たちの求めで2度目の黙想指導に招かれました。そして以前彼女たちに提案したことを、彼女たちがやったことを確認しました。すなわちこの1年、監獄でほぼ修道会的な生活の観点で過ごしたということです。そして多くの助手が出獄した暁には自らを神に捧げたいという希望を明らかにしました。それは完全に彼の計画を確証するものでした。それでこの時から彼は計画の実現に向かってより強力に乗り出しました。それ以来ことは迅速に進みました。1866年3月にはベタニアの家と名付けた新しい施設の計画を知らしめるために、ラタスト神父は名誉を回復した女性たちを出版しました。このように世論と政界に呼びかけました。もし彼女たちが神の目には完全に危険を許された人たちであるとしたら、どうして出獄した時に社会が彼女たちを除外し続けて良いものなのでしょうか。ベタニアの設立は政治的な行為です。驚いたことに、まだ存在していない時にいかにしてこの家のことを知らせたらよいかを研究しました。それはベタニアの人としての行為ですから、世界の教会のドミニコ会のどこかで監獄を知り、売春を知った女性たちが乾燥修道女になっていると言えることで十分なのです。多くの困難にもかかわらず、1866年5月からその設立はベタニアの初代の上長者になったトゥールの封建会の修道女アンリー・ドミニックの思いがけない幸運な到着で明確になりました。1866年7月には、ブザンソンの近くにあるカーヌ・ル・シャトーに家が一軒見つかりました。不用意にも、ラタスト神父と同じ汽車のコンパートメントに座った裕福な慈善家の夫人のおかげで購入がいち早く終結したのです。こうしてベタニアの家は1866年8月14日に設立しました。徐々に初代の名誉を回復した修道女たちがやってきました。それが今日まで受け継がれ、他の国々にも普及しています。
このラタスト神父の話は、今日米国のノーフォークの牢獄の囚人の間でキリストに従って動き始めました。1990年からある人たちは生涯交留されているこの堀の中で共同体の生活を分かち合って牢獄で祈ることを志願しています。こうしてノートダム・ド・ミゼリコールドというドミニコ会の世俗の兄弟会を立ち上げました。2012年6月3日にはフランスのビザンソンでジャン・ジョゼフ・ラタスト神父の制服のために5000人以上が集まりました。罪人の修道会の長であるブルノ・カドーレ神父の説教に耳を傾け、今月はベタニアのドミニコ会のシスター全員のために祈りましょう。彼女たちと共に神の許しでの解放を待っている牢獄の男女全員のために祈りましょう。アカディアック、dans cette prison、カディアックのこの監獄では、神が民衆に向けて言われた言葉を反映させて、自己喪失から引き戻して自由を与えるために、若いドミニコ会士の言葉が囚人たちに向けられています。我が兄弟姉妹よ、この許しによる自由は今日では私たちのためです。私たちは皆、神の子として生きるために低くした頭を再び上げるよう呼びかけられているのです。今月の御言葉は、ルカによる福音書の7章47節です。イエスの足に接吻を浴びせ、香油を塗った罪深い女についてイエスは言われました。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。